皆さんこんにちは。すでにサポーターで満員のスタジアムから注目の一戦もご覧ください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦はこれは節目となる試合になりそうですね。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。さて今日の試合がこの選手にとってのデビュー戦となります。このスタンドの反応を見ればサポーターも大いに歓迎していることが分かります。この選手はゴール前で違いを生み出せるフォワードですので、デビュー戦からゴールシーンを期待できそうですね。サポーターの期待に応えるパフォーマンスを見せてくれると思いますよ。ではチームのスターティングメンバーを見ていきましょう。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、よりオフェンス重視のフォーメーションですね。サイドバック、サイドハーフの縦のラインの攻撃と中盤の人数を生かしたプレスが主な強みでしょうか。こちらがチームのスターティングメンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。3人のフォワードをセンター寄りに置いています。キックオフ、試合が開始されました。林、伊藤、さあ自ら持ち込んでいく。主審はペナルティースポットを指差します。 PK です。主審は PK を指示しましたがカードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。この PK を決めれば先制点です。ゴール。 PK をきっちりと決めています。シンプルに沈めてきましたね。いい PK でした。キーパーは一か八かでダイブしましたが完全に読みが外れてしまいましたね。まだ持ちます。素晴らしいインターセプト、ボールを取り返します。伊藤、ここはカットしました。ピンチをしのぎます。ここは一気に攻め込んでいくのか。チャンスだ。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるようなセーブでしたよ。ここはクリアします。中にいいクロスが入ります。ここで止められました。惜しかったですね。さあここからの展開に注目です。惜しくも同点ゴールな
ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません。藤田、さあどう来るのか。決まった。ここで追加点、リードを2点に広げます。見事なゴールが決まりました。鮮やかでしたね。技術の高さがうかがえますね。ビューティフルゴールです。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ロブで裏を狙います。ゴール前に入れてきました。ボールをクリアしました。ゴール前に入ってきました。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。どうだ、ゴール。これでこの選手は2得点。見事な決定力を見せています。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。ウッド、パスは通さない。どこから崩すのか。難しい角度でしたが悪くないシュートです。入る可能性は低かったと思いますが、相手に意識させるのは悪くないかもしれません。タックルが綺麗に決まりました。キーパーに近すぎたようです。ウッド、藤田、今のは乱暴なタックルに見えましたが、カードが出るでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。キーパーがセーブしました。ウッド、藤田、ボールポゼッションを守れません。走り込んだ味方にスルーパス。思い切って狙ってきましたね。しかしこれは枠を捉えきれませんでした。味方がサポートに来ます。中断していた分の2分がアディショナルタイムに加えられます。クロスにはしっかりついている。上げさせない。一旦プレーを止めました。フリーキックでリスタートです。
ファーサイドへクロスが通ります。しかしキーパーが待ち構えていましたね。前半終了を告げる笛が鳴りました。サポーターから抗議の声が上がっているようですね。どうやらペナルティーキックを与えたレフリーに対して怒っているようです。はい、公平な判定だったと思っていないようです。ただ判定は覆りませんし、後半も残っていますから、選手を応援する方に力を尽くした方がいいですね。残るは45分、後半戦キックオフです。ボールを失いません。味方が上がる時間を作ります。ここはクリアします。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。主審は一旦流していましたが、ここでファールを取ります。フリーキックが与えられました。前に出しました。福西さんもご存知でしょうが、マンチェスターシティが移籍市場で大本命を獲得しました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。このボールは重要です。さあここからどうしてくるのか。枠に行っていましたが、ディフェンダーが弾き出します。これはキーパーがよく反応しました。最後はしっかりセーブしています。ここで選手を変えてきました。ボールはゴール前へ。ひとまず前に出しました。タックルで止めた。しかしボールがこぼれている。これを止める。よく反応しましたね。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。味方がサポートに来ます。シュートが決まるか。タックルで相手のチャンスを潰しました。ここはクリアしました。どうやら選手の交代があるようです。いい寄せです。パスの先には味方が走っていました。ここはしっかりクリアしました。カウンターアタックのチャンスです。いいスペースにボールを出しました。これは決定機の阻止とみなされるでしょう。レッドカードが出るでしょうか。レッドカードが出ました。退場です。プレーがプレーでしたからね。これは文句言えないでしょう。このボールはキーパーが取ります。
このパスは通しません。再びボールロストです。シュートチャンスです。強烈なシュート。でしたが枠を捉えきれません。近距離なので威力のあるシュートより精度のあるシュートの方が良かったんじゃないでしょうか。試合終了まであと15分あります。味方の選手が寄ってきました。おっと裏へ出した。これはキャッチできません。ボールがこぼれた。あっと今度は決まった。一度はキーパーのファインセーブに防がれたものの今度は確実に沈めてきました。まずこのファーを狙ったシュートですよね。キーパーはかろうじて弾くのがやっとでした。こぼれたボールを味方が決めて得点となりました。まるであそこにこぼれてくるのが分かっていたかのような位置取りでしたね。試合終了まで10分も切りました。伊藤、林、おっとボールを失いました。そのまま前に進みたい。ファールの判定です。ここはカードが出ますか。このシュートはブロックされました。今のファールはレフェリーが流しています。決まるか。残り時間を考えると今のは決めておきたかった。1点差になっていれば同点に持ち込むチャンスにつなげられたかもしれません。多分焦っていたんでしょう。今のが最後のチャンスにならないといいんですが。いいところに出します。絶好のチャンス。これはどうやらオフサイドのようです。得点にはなりません。ここからだと完璧なタイミングに見えたんですが飛び出しがちょっと早かったんですかね。まあこれは仕方がないでしょう。パスは通さない。これでアディショナルタイムに3分が追加されました。狙った。おっと今のはキーパーのスーパーセーブです。ボールを入れました。前方に運びました。ディフェンスの見事なブロック。試合終了です。アウェーチームが見事に勝利を収めました。こういう接戦をものにしたことは自信につながりますよね。最後はどうなるかと思いましたがきっちりリードを守り切りました。次にも期待しています。